D 大同工業プレゼンツ阪神タイガース DID アワード。この企画は阪神タイガースシルバーパートナー DID 大同工業がお送りします。皆さんこんにちは。その月に甲子園を最も沸かせたプレーを私と視聴者の皆さんで選ぶ阪神タイガース DID アワード、 DID ブランドアンバサダーの掛布正幸です。そうですね、大山、佐藤、この辺りにホームランも出てきましたので、状態は上がってると見ていいと思うんですけども、ただ、去年と今年の大きな違いっていうのは、勝たなきゃいけないゲームを今年は結構落としてるゲームが多いと思うんですよ。でセ・リーグのその6球団のチームバランスを見た時に、抜け出すようなチームってあるとは思えないんですね。だから今後阪神が連覇するためには、確かにその佐藤大山のホームラン以上にですね、やっぱり 1,2 番の近本中野の出塁というものが、去年の阪神の一番の強さだったと思いますので、この 1,2 番の出塁があって大山佐藤のホームランが生きてくるというね、あとは 1,2 番の状態が上がってくることだと思うんですよ。それと勝ちゲームに対してのその7,8,9 の戦い方というものがすごく大切になってくると思うんで、これ本当の勝負に入った8月から9月にかけて、この間のヤクルト戦のような、ああいう4点差をひっくり返されるようなね、ああいうゲームをしてしまうとちょっと厳しくなってくると思いますので、そのあたりを注意すればチームの状態は上がってきてると思いますので、この段階でも私はセ・リーグ6球団の中で優勝と聞かれれば阪神と答えます。これから夏場打線がどれだけ打つかということも勝負になってくると思いますけども、基本的にはミスの少ないロースコアで勝っていくゲームをきちっと勝てるかがこれからのポイントになってくるんじゃないですかね。はい、では早速6月の阪神タイガース DID アワードノミネートを発表したいと思います。まず一つ目はこちら、6月9日才木投手の7勝目です。この日の才木投手のピッチングっていうのは、まずストレートのキレですよね。高めにきちっとストレートを意識して投げられる、それと今投げたフォークですよね。これこの高めのストレートがすごく効いてるので、この低めのフォークに対するバッターの見極めができないと。この高めのストレートと低めのフォークの投げ分けさえきちっとしていればですね、そんなに連打を打たれるようなことはまずないと思うんですね。それと長いイニングを投げなきゃいけなくなってくると思いますので、まっすぐフォークだけではなくて、そのもう一つ緩急を使う、ちょっとその抜いたカーブというボールをもうちょっとうまくそのピッチングの組み立ての中に入れられると、もっと楽に9回1人で投げ切れるようなピッチングができると思います。頑張ってください。2つ目のノミネートはこちら、6月21日西勇輝投手の2000イニング達成です。この日の西投手のピッチングはですね、右バッター左バッター問わず、外の出し入れ内の出し入れが完璧なんです。今の右のシュートもう狙ってダブルプレー取りに行ってますから、思い通りのダブルプレーですよ。それで2000回投球回でしょ、おめでとうございます。これ左に対してもう外のシュート、打たざるを得ないボールからストライクになるシュート球ですよ。もうバッターとしては打てるボールがない、本当精密機械のようなインコースアウトコースの投げ分けができる芸術品ですね。だからある程度マウンドにいて自分のピッチングを楽しんでバッターを抑える組み立てができている西のピッチングのリズムは最高です。最後のノミネートはこちら、
6月21日小畑選手のサヨナラヒットです。まあ、この小畑選手のサヨナラヒットですが、真ん中やや低めのストレート系のボールだと思うんですけども、バットのヘッドをあまり返さずにバットの面をうまく作ってライト前に持っていった、こういうバッティングができればもうちょっとね率が上がってきてもいいと思うんですよ。まあ、このヒットに満足せずですね、やっぱ8番バッターとして8番から起点になる去年までの阪神の野球ってのは一つの得点パターンの特徴ですから、8番小畑が起点になる野球期待しております。いやー、どれもいい試合でしたね。これから暑い夏期待してます。この3つの中から阪神タイガース DID アワードを決めるのは皆さんです。投票は簡単です。この動画の概要欄に貼ってある応募フォームから1番だと思うプレーと必要事項をご記入ください。ご応募いただいた中から阪神タイガースシルバーパートナー DID 大道工業から受賞選手の直筆サインボールを5名の方に、そして8月30日甲子園球場で行われる阪神巨人戦ブリーズシートの観戦チケットを5組10名の方にそれぞれプレゼントいたします。締め切りは7月12日金曜日までです。皆さんどしどし応募してください。よろしくお願いします。